めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませてお父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上があの時ばかりは一人息子を案じてどうしないよもすがらご捜索。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か。父上は、うん、若様も同じでございます。払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜従者と館に戻っていたところ賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に。なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですがすぐさまお一人で追いかけられて
その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったことで、この湖に見覚えは。よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との。母君が若様を身ごもっていらした折よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。その墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。なんということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいるおばうえも嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓にかような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。走れ風。ああ、忠志様、楽しき遠出にございます。正しと言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方猛虎がおる。お待ちを。毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。ああ、恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。
Gangtwin! Hanoi! Prima! Rosho!賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。儚き仮の宿りかな。聖あるものは全て犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、高き者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、
大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。殿失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か？まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ？近くにございます。クス氏のもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ？それは言えないのか？秘密にございます。どこなんだ？ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに？お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ。見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした？いえ、いえ、何でも。ええ、大事ございません。いつ飯を食った？確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。
ユリが待っておるな。食わせてやろう。馬がおらぬ。いずこへ。粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ！ああ、殿。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうかこれまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。無理はするでないぞ。恩に来ます。連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿。ほどなく着きます。墓どころ。我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなった後でした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。
母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、はあ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか。ああ、覚えておる。あの時、若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で、嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや。若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。何が見えますか。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。だが滅んだわけではない。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。そなたには何が見える。ユリ、休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。Hmm?